コレイさん。無理しないで。ありがとう。私は大丈夫。あなたたちは、ゴレイさんは一体。はい、私です。この状況は。フレイ、怪我してるの？私がもっと頻繁に連絡してれば。聞いて驚け。俺は見つけたんだ、病気の進行を遅らせる方法を。もう無理しなくていい。これからも俺たちはずっと一緒にいられる。つまり伝説は本当だった。フレイ、嬉しくないのか？うん、嬉しい。本当に良かった。ああ、それは何よりだ。ゴレイさん、漂白者、そして勝利様、本当に彼を助けてくれてありがとうございました。あの、一体何があったのですか？あんなにボロボロのゴレイさんを見たことがないので。彼が半日しか山で過ごしていないと言ったのですか？ええ、でもあなたにとってはそうでなかった。はい、私はもう7日ほど待っています。これまでも3日ぐらい音信不通になることはあったのですが、さすがに今回は長すぎです。多分、私のせいです。私はもともと風景画家で、仕事で偶然コレイさんと出会い、彼と一緒にたくさんの美景を見て回りました。でも半年前、私は重い病気を患い、彼と一緒に探検したりスケッチしたりすることができなくなりました。彼が私のためにあちこち訪ねるようになったのはそれからですね。私たちは2週間前にここへ来ました。私、彼にはここで気晴らしをしてほしかったのですが、ご存知の通り彼は一人で山に入り、ボロボロになりながら私の病気の対抗策を見つけたと。上昇山にあるという不死の秘宝のことかしら？はい、上昇山には時間の止まった桃源郷がある。だからそこに行けば病気がこれ以上悪くなることはないと彼が。治すことはできないけど、これからも一緒に暮らせると。こんな伝説、ただのおとぎ話だと思っていましたが、さっきの彼の話を聞くと、私もそう思います。でもゴレイさんはその伝説は本物と頑なに信じ込んでいるみたいで。確かに上昇山には時間の乱れが生じていた。でもそれは根子と漂白者により解決されたはず。そう、上昇山にはまだ時間の乱れが残されている。で、伝説を追い求めてきたゴレイはそこに迷い込んだ。
その伝説はあなたたちの問題を解決するものではない。むしろ彼を危険にさらすもの。そうですか。ヨキがここに来たのは山に残された異変を片付けるためと聞きました。一般人の立ち入りが禁止されているのもそれが理由ですよね。やっぱり時間の乱れはとても危険なものだと思います。だから漂白者勝利様、お願いです。それを消してください。それは彼にとってあなたを救う唯一の方法よ。いいの？私はここにとどまることを望んでいません。どうか私のことは気にしないでください。夢はいつか覚めるものです。大事なのはちゃんとその先に進むこと。私は大丈夫です。ごめんなさい。こんなに長話したのは久々ですから。少し疲れただけです。少し休めば大丈夫。五霊さんが起きたら私はちゃんと教えますから。伝えるべきことはちゃんと伝えた方がいい。あなたが口に出さなきゃいつまでも彼は何も知らないままだよ。はい、わかりました。漂白者、ここは一度真意様に状況を説明しに行こう。